です。今日はセブンイレブンさんの金シリーズのおにぎりなんですけれども、新商品の神戸牛おにぎりの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブン金シリーズ神戸牛、ちょっと値段高くて、税込み220円ということです。こだわりのお米と赤穂の焼きあら塩、有明海産海苔塩ということですね。それではしましたら、まず原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。昆布だし入りご飯ですかね。そうですね。あとは、牛肉にですね、海苔、増粘剤、pH 調整剤、グリシン、ということですね。エネルギーの方は1本あたり226キロカロリーということです。あ、こうですね、すいません。おー、海苔がなんかすごい、そうですね、湿ってないっていうところでパリパリ感がすごいです。ちょっと暗いですね、すいません。はい、こちらがセブンイレブンさんの金シリーズの神戸牛の おにぎりです。それでは神戸牛ですね、どんだけ入っているのかチェックしてみようと思います。はい、こちらが神戸牛おにぎりの中身です。具が少ないです。それではちょっとお味の方をチェックしてみたいと思います。うん、めっちゃ美味しいんですけど、お肉が少ないかな、甘辛だけです。そうですね、 みりんと醤油と、あとはお酒ですかね。で、お砂糖で、まあ、あの神戸牛を炊いている感じなんですけれども、肉がちょっと歯ごたえないというか、あのタレの味しかしないです。あの歯ごたえ、ちょっともう一回チェックで、トロトロやから歯ごたえがないのか、もしくは肉が少ないのか、どっちかですよね。美味しいんですけど、肉食ってるような気はしないです。ちょっともう一回チェックします。うん、めっちゃ美味しいんですけど、肉が当たらないんですね、歯に。肉の食感がないというか、なんか甘辛がぎっしりご飯食べてるみたいな感じです。美味しいんですけど、もっと具がたくさん入っていると嬉しいですね。まあ神戸牛もうちょっとだけ量増やしてもらって、300円でもいいので、それだったら金出して買ってもいいかなと思うんですけど、これやったらちょっとタレご飯的な感じですね。まあいいんじゃないでしょうか。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。